西口東口区域駅は埼玉県区喜市区中央2丁目にある東日本旅客鉄道東武鉄道の駅である東武鉄道の駅番号は TI02JR 東日本の東北本線と東武鉄道の伊勢崎線の2路線が乗り入れて接続駅となっている東北本線は旅客案内上の愛称宇都宮線の設定区間に含まれ上野駅発着系統 新宿駅経由で横須賀線に直通する湘南新宿ライン及び上野駅、東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。JR、東武とも地上駅で両社のホームは隣接している。ホームをまたいで自由通路研究上駅舎があり、改札口は JR、東武とも自由通路に面している。 現行の駅舎は1970年に完成したものであり、埼玉県の京城駅舎としては古い部類に入るが、東部は2005年から2006年にかけて、JR は2010年から2012年にかけて、それぞれ増床、改修が行われたため当初の面影は少ない。JR と東部駅舎は乗り換え専用改札を境に隣接している。西口と東口に、 エレベーターと時間によって上り、下りが変わるエスカレーターが、それぞれ設置されている。また、当駅舎の直上に、東北新幹線の高架橋が通っている。乗り場島式ホーム2面4線を有する地上駅。パスも多用の自動改札機、券売機が設置されている。また、自動券売機前と改札口、上下ホームには、フルカラー液晶ディスプレイによる、 発射表が設置されている。長い間一面二線であったが、2003年の貨物取扱廃止により、余剰となった貨物ヤードの跡地を利用して、ホームを一面増設し、また浅草よりに6両編成対応、伊勢崎よりに10両編成対応の引上げ線が整備された。2006年3月18日のダイヤ改正から、使用開始され、当駅発着の東急電園都市線、 東京メトロ、半蔵門線直通列車の運転が開始されるなど、上下方向ともに多くの列車が当駅発着となった。これに伴い、北千住方面、立林方面間を直通する列車は削減された。特急、両毛、リバティ両毛は全列車停車する。立林方面は1番線、浅草方面は4番線から発車する。乗車の際には、 駅員が特急券を確認するため、いずれも2号車と5号車のドアでしか乗降できない。2020年6月6日に有料座席指定列車 TH ライナーの運転を日比谷線直通として開始し、当駅はその始発、終着駅となる。なお、同列車は東部スカイツリーライン、伊勢崎線内のみの乗車はできない。乗り場近年の1日平均乗降人員の推移は、 以下の通り、近年の1日平均乗車人員推移は、下記の通りである。JR 東日本区域駅東武鉄道区駅、西口駅前区域駅西口は長鎮祭り通りを、中心に古くからの商店が多くあったが、区域去って新道周辺に、伊東洋華道区域店ほか、埼玉県道3号埼玉栗橋線周辺に、有吉宮など、商業施設が多くなり、 さらに後継者不足により年々数を減らしていった。それに対し、居酒屋やコンビニエンスストアなどのチェーン店は数を増している。西口駅前広場付近はクッキープラザやマンションが立地する。毎年7月12日と7月18日には、提鎮祭りが開催され、市内外から観客が多く訪れる。 路線バスは以前は超鎮祭り通りを走行していたが、2012年現在は、新駅前通りを走行する。医療機関も、駅周辺に、荒井病院、土屋小児病院、愛生会内科、婦人科クリニックなど古くからの病院、医院が立地し、市内や周辺市長の医療を支えてきたが、2011年4月に、駅より西に1 5トル離れた上、早県地内に、 区域総合病院が開院した。公共施設は、駅から南へ500メートル進んだ六県通り沿いに、埼玉県立区域高等学校が1キロメートル離れた下早道内に、区域市役所、埼玉県立区域図書館が立地している。郵便局、金融機関東口は、駅強状化と同時に開設された。駅周辺が、 区画整理されており駅前通りや周辺部の道幅が広く、スーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントストアなどのロードサイド店が多く立地する。県営やおば団地をはじめ、新興住宅地が多く存在する。公共施設は、区期市立中央図書館を、はじめ国の機関として、区期間遺裁判所、区期区検察庁などがある。下記のほか、大宮、 東京からの深夜急行バスが停車する。駐車区式天候資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。